皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日は水槽の水面に出る嫌な油膜、これをね除去できるものがあるので、それを紹介していきたいと思います。こちらは先ほどのね水槽の完成形、煉獄水槽となっています。気になる人はぜひ見てください。そもそもこの油膜って何なのかというと、タンパク質の塊なんですね。バクテリアの死骸や多すぎる養分になります。なので水質が安定していない立ち上げ初期なんかにたくさん出るんですよ。逆に立ち上げてからしばらく経っているにもかかわらず油膜が発生しているってことは、何らかの原因があるんです。まず考えられるのが餌の与えすぎです。または追肥や添加剤の入れすぎなども考えられます。または水温が低すぎる、高すぎるなどもあります。できれば油膜自体をね発生させない方がいいんですが、どうしても発生しちゃうっていう人のためにこちらの商品を紹介したいと思います。こちらことづきが出している油膜リアという商品です。なかなかね斬新なデザインをしていますよね。黒とオレンジ。それでは本当にね油膜が取れるのか試していきたいと思います。なかなか存在感ありますね。上の吸い込み口から入って、下の排出口から水が出るという仕組みになっています。モーター音はね非常に静かですね。さて取れてるでしょうか。だいぶ水面が流れるようになってきましたね。最初は全然流れてなかったですけどね。このように吸い込み口からガンガン油膜が吸い込まれていきます。注意したいのはね、浮くような餌や本当にちっちゃいね稚魚なんかは吸い込まれてしまう可能性があるので、そこは注意が必要ですね。ネットショップのレビューなんかを見ると、吸盤の力が弱すぎとかね書いてあることもあったんですが、私はね全然そういうことは感じませんでした。おー、だいぶ変わってきましたね。ちっちゃいけども威力は間違いないということでしょうか。丸1日つけてただけでこんなにもね効果があります。またこの油膜クリア、もう一つすごいところがあるんですよ。水槽の水をね少し抜いてみたいと思います。油膜クリアに注目してください。皆さん気がつきましたか？そう、水面が下がると同時に油膜クリア自体も下がってますよね。なのでいちいち高さ調節しなくても常に油膜を吸ってくれることになってます。これは画期的ですよね。では逆はどうでしょうか。同じく油膜クリアに着目してください。水面が上昇するにつれて油膜クリアも上昇してますね。このようにね水位に関係なく使えるっていうのはかなりメリットだと思います。気になるお値段ですが、私はネットショップで1600円で買いました。なかなか手軽なお値段だと思います。さてどんな商品にもメンテナンスは欠かせないと思いますが、このように簡単に外せてスポンジがついてます。スポンジはちょっとちっちゃいですね。なので長期でずっと使うっていうことはあまりできなさそうですね。定期的にこのスポンジの中の汚れを取ってあげる必要があると思います。しかしやはりことぶきさんに言いたいのは、なぜここオレンジにしたかですよね。やはり黒くして存在感をねあまり出さないようにしてほしかったなとは思います。いかがだったでしょうか。ことぶきの油膜クリアの解説でした。まずはね油膜が出ないようにする根本的な解決を図るのが一番だとは思います。ですがねなかなかどうしてもうまくいかない場合もありますので、そういう時はねこの油膜クリア頼りになる存在だと思いますので、ぜひ購入してみてください。どうしてもね油膜がある状態ですとちょっとね見た目もあんまよろしくないですし、何よりねお魚たちにもね多少やはり影響があると思いますので、ぜひ油膜のないクリアな水槽を目指してください。それではなおなお軍曹でした。